パウロベント監督の初陣で首相に指名された孫ミンは、前首相機誠伊佐夫に対し絶対の信頼を明かした。孫ミンは7日、高陽総合運動場で開かれたコスタリカとの強化試合に、首相として出場。攻撃と守備の両面で活躍を見せ、チームを2例の勝利に導いた。試合後、は、 久しぶりの A マッチを韓国で行い、勝利できて嬉しい。いい雰囲気が続いているが、多くのサポーターを失望させたくなかったとし、いい試合ができる時も、そうでない時もあるが、重要なのは諦めないこと。試合を見に来たサポーターの気持ちに応えるのは当然のことと明かした。この日、 首相としてチームを引っ張った孫ミンは、今日僕がキャプテンマークを巻いたが、僕にとってはまだ孫四平がリーダーとし、代表チームで僕は若い方であり、リーダーだとは思っていない。いいリーダーシップを持つ平たちから、たくさん学んでいる。選手たちが協力してくれて、本当に感謝しているし、誇らしい。 コーチングスタッフに対しても、ありがたく思っていると感謝の意を表した。